はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、デトさんですね。はい、エリート一つですね。日本は今日から発売ですね。8の6パック。はい。ね。6パックになっちゃったんだっていう。だんだんこういうスタイル。野球がこういうスタイルになってきましたからね。徐々にね。まあ、レギュラー印刷するのもね、コストもかかるし、時間もかかるし、やっぱレギュラーカードをちょっと少なめにしてっていう、はい、感じになっていくのかなというところですね。はい、じゃあいきまーす。こうか。はい。インサート、あ、ダブルダブルインの時と一緒みたいな感じ。はい、まずは、トレイヤングですね。シリアルはないんだな。クラフトマンか。お、アセテートだ。ブーカー。うん。で、パラレルか、ウィギンズ。オレンジャーのお尻だっけね。前、ん ?2 年前ぐらい去年同じような感じですね。レギュラーが、ね。うん。こんな感じでしたもんね。バス、プロレスも。うん。スペルバウンド。まあ、先に、インサートが分かっちゃいます。大カットだ。よいしょ。スペルバウンドのあれだ。はい。お、山さん。これは、スペルバンドで通常ですね、これがね。ヤマさんの A。オレンジだからシリアルはないのかな、でも。メンバンヤマ。あ、いっぱいあるんだ。オレンジだからシリアルはないんだね。ないね。ないない。ないけどいいね、ダイカット。うん。で、ノンシリ、ブルース・ブラウン。で、レギュラーカード。ヤマさんのインサート、ルーキー、あ、かっこいいな、これ。あ、またヤングだ。エリートシリーズかっこいいな。あ、かっこいいね。これパラレルもあるのかな、じゃあ。あ、サインだ。はい。うん。どなたですか?クリッパーズ、ジョーダン・ミラーさんですね。はい。ルーキーイヤーブック。のサイン。パープルだ。丸かね。かっこいいね。ヤマさんでサインで、これがダイカットじゃないか。はい。通常っすね。アスピレーションってわけでもないんだ。色なんだな。バスケはね。色なんだね。で、レギュラーですね。あ、フィリップスルーキーか。ここにあるんだ。右下に、レギュラーのルーキーあるんだ。普通に紙ルーキーいるんだね。1枚しかまだ出てない。またスピルバン。はい。スクートですね、ヘンダーさん。はい。で、これはジャズの。ジョージ。はい。クリアリティ。っていうの。で、オレンジだから、ノンシリですね。ルーキーですね。ジャズの選手。はい。ブライスさん。で、うん。ルーキーはランダムなのか。紙ルーキーもあるってことか。あ、カリーですね。ん?大カット出した。よいしょ。あ、カリカリ。はい。カリーのクラフトマンと大カットクラフトマンのカリーだ。これもオレンジだ。中が。はい。カリーカリー。で、ピアスのオレンジ。うん。で、レギュラーだ。ルキーない。うん。で、ラストですね。はい。
トンプさん。うん、サイン2枚目。ジャレン・マクダニエルズですね。ラプターズ。お、グリーンだ。せーの。あ、ヨキゾサイン2枚と、ヨキゾの75ですね。あ、ルーキーもう1枚出た。はい、プロスパーさん。いや、これ、初めに大カットで、ヤマさん出たけど、これ、ヤマさんの何でもいいから、とりあえず、ヤマさん出すの難しいね、これ。あー、こういう感じなんだね。ちょっとカードのコンディションが、結構、際どい製品なので、ちょっと大きめのスリーブに入れときます、もともと。ね、スピルバンドのこれ出ただけでもすごいんだ。じゃあなかなか弾けないっしょ。だってシリアルは2枚で、あ、紙ルキも1個あるけど2枚だ。紙ルキが、あとインサートも結構ルキ系が絡んだかなというとこですね。かっこいいですね。うん、100以下が2枚出るんだ。で山さんですね。これいいね。はい、まあシリアルでくればね、いいかもしれないですけど、オレンジ十分だと思いますね。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。